私は1972年に生まれて、まあ、日本で男女平等の教育を受けて大きくなりましたですので1995年、まあ、今から24年前に、まあ、仕事を始める時にも男女平等に働ける仕事に就こうと思ったんですね当時はまだそんなに女性が男性と全く同じ待遇で、まあ、正社員として長く続けられる仕事は今以上にありませんでした でも同時にこれからの時代は女性も働き続けて働くだけじゃなくて家族も持つような新しい生き方ができるのよというようなことも言われていたんですねだからじゃあ自分はいわば最も先進的な働き方をして経済的に自立をしようと思いました理由の一つはまあ大黒柱だった父に「誰のおかげで食べていけると思ってるんだ」なんて言われたり あとは母に、女の人は経済力のある男性を捕まえないと幸せになれないわよって言われたのも、捕まえられなかったらどうしようと思って不安だったので、だったら自分が経済力をつけた方がいいだろうとまあ思ったんですね。それで1995年に東京の大きなテレビ局に入りました、放送局に。で、アナウンサーという仕事を始めたんです。 まあえー、アナウンサーという仕事は、まあ、会社員でありながらテレビやラジオに出てニュースを読むこともあればバラエティーショーに出ることもある、まあ、何でもやる出演者という仕事でしたもちろん男性も女性もいますが男女の仕事の区別はありませんだから当然、えー、男女は平,平等だと思って働き始めたわけですが働き始めてすぐにあることに気づきました 入社早々のほとんど経験のない私たち若い女性アナウンサーで仕事が殺到するんですそれはそれは大人気でした最初はラッキーって思ったんですけどすぐにある違和感を覚えました日本では女性アナウンサーに対する俗称で「女子アナ」という言葉があります これは誕生したのは30年前、あるテレビ局が発明したんですけれども、なんと30年にわたって、いまだにこの女子アナというコンテンツは人気です。女子という言葉が使われているように、非常にジェンダー,ジェンダーステレオタイプ的な役割を求められるのが女子アナです。つまり、従順で可愛くって、えー、ニコニコしていて、その場が華やぐような、 男性がいいなあ,あんなこと働きたいなあと思うような感じのいい若い女性をやることが暗黙のうちに求められていたんですだからどこに行っても「女子アナっぽく」とか「女子アナらしく」「女子アナなのに女子アナのくせに」と言われました「おかしいなあ男性と対等な立場で働いてるはずなのになんで私は小島恵子じゃなくてどこに行っても「女子アナって言われるんだろうとても強い違和感を抱きました って気づいたんですいくら待遇が対等であっても制度が整っていても人々の意識や文化が変わらなければ性差別的なものっていうのはなくならないんだなということにまあそれでもなんとかその会社でやっていかなくてはならないと思ってじたばたしながらも15年働いて30代半ばで私は会社を辞めましたおかげで今はもうその女子アナの呪いからは自由になりましただけど テレビに出て自分の思ったことをはっきり言ったりあるいは男性出演者と議論をしたりすると生意気失礼ヒステリーとネットで叩かれます女性が思ったことを言っただけで生意気男性と議論しただけで失礼ヒステリー残念ながら私が新人女性アナウンサーとして「女子アナ」っていう言葉に違和感を感じてから24年経っても 未だにそうした空気は根、ね、強いんですよね。ちょっとこちらの数字をご覧いただきたいんですが、なんだかわかりますかここに出した方わかるかな、えー、世界経済フォーラムが毎年発表しているジェンダーギャップ指数のランキングの日本の順位です。えー、これ2016年111位2017な、2017年が114位。 2018年が111、まあ多少上下はありますけれども一貫して先進国では G7 では最下位です特に政治経済分野での責任ある立場で活躍する女性というのが著しく少ないというのが日本のスコアを押し下げていますそれはメディア業界も同じですしさまざまな職場でやはり意思決定層は大多数が男性を占めており、また職場の文化というのはマッチョな 男性文化であるととといいいうところは少なくなく思いますでもここのところちょっと変化も出てきました2017年アメリカに端を発した MeToo ムーブメントは日本にも上陸したんですねそして勇気ある女性たちが声を上げました非常に立場のある力のある男性から受けた性暴力やセクハラを勇気を持って告発した女性たちがいたんですね彼女たちに賛同して Me too と声を上げる人たたちもいましたでも残念ながら、それよりもはるかに大きな彼女たちに対するバッシングが起こったんです。声を上げた人が叩かれる、被害を訴えた人が叩かれる、女性が一人称で顔と名前を出して、被害を訴えることに対する憎悪や偏見は非常に大きなものでした。 結果として、このジャーナリストの伊藤詩織さんは、活動の拠点を日本からイギリスに移さざるを得なくなりました。このまま、もうこの動きは止まってしまうかと危惧していたところ、その翌年まあ、去年の4月ですね、次の動きが起きました。これが大きな潮目となりました。ある若いテレビ局の女性記者が、財務事務次官からセクハラ発言を受けていたことを告発しました。 財務事務次官というのは、官僚の中でも最も権威ある、最も権力を持っている立場の男性です。その人に対して、一女性記者が告発したわけですね。この時も大変な被害者バッシングが起こりました。もしかしたら、このままこの事件はもみ消されてしまうのかと思いました。ところが、メディアで働く女性たちが連帯して声を上げたんです。そして、そこから報道が変わりました。 ミートゥーやセクハラやその他のハラスメントに腰が引けていたメディアが積極的にそれを報じるようになったんです。この時にある女性記者が言った言葉私の友人ですが、忘れられません。男性が多い職場で女性が働くときには、セクハラなんかで泣き言を言っちゃいけないと思ってた。セクハラなんてなんでもないって笑い飛ばすのが強くてかっこいい女だと思ってた。けど、間違ってた。もう二度と彼女みたいな被害者を出したくないから、もうやめよう、もう間違ってるって。 言わななきゃダメだよねねって涙ながらに語ったんです、ね、私はとても共感しました。私にもそういう面があったからです。きっと、そうじゃなければ生きてこられなかった女性たちは多いと思います。適応しなければサバイブできないぐらい、女性にとっては風当たりの強い職場環境って世界中にあると思います。でも、適応しなければサバイブできないという構造そのものがおかしいと声を上げる時が来たんだと。 去年たくさんの日本の人たちが気がつきました。そして女性だけではなく、多くのハラスメントに泣き寝入りをして、働くというのはそういうものだ、男というのはそういうものだ、と自分の声を殺してきた男性たちもまた少しずつ声を上げ始めたんです。つまり女性にとって生きづらい世の中は男性にとっても生きづらい世の中で、男性対女性ではない、そうじゃなくて人間らしく働ける世の中にしようっていう声が、去年、 日本で少ししずつ上がるようになってきましたこれはとても大きな変化だったと思っています。実は私には個人的な経験もありまして、2013年に夫が仕事を辞めたんですね。そして私が一家の大黒柱になりました。彼が仕事を辞めたときに私は大黒柱になる不安から彼を責めてしまったんですね。なぜ男性なのに仕事を辞めるの、男のくせに。お金を稼いでない男の人をどうやって尊敬していいかわからないわ。 あるいは私が稼いでるんだからね、私のおかげであなたは食べていけるのよというひどい言葉を彼にぶつけてしまったんです。私が父に言われて嫌だったことをぶつけてしまいました。だから私の中にも私を苦しめてきた価値観は内在していたということを発見したんです。そこで仕事を辞めた彼を肯定するために、物の見方を変えるために環境を変えました。それが 引っ越しです私が、まあ、父の転勤先だったオーストラリアのパースというところで生まれて3年間過ごしたんですがそこに息子たちを連れて一家4人で引っ越すことにしましたそして夫はハウスハズバンドとして子どもたちを一生懸命お世話し私は一家の大黒柱として日本とオーストラリアを行き来して経済的に家族を支えるという生活を始めたんですもう丸5年経ちましたそこで私は2つのことを学びました 一つは、私が強者として憎んですらいた父のような働く男たちのしんどさを知ったということです。大黒柱ってすごいプレッシャーです。私が死んだらどうなるんだろう。明日仕事がなくなったらどうしよう。不安で押しつぶされそうです、今も。 特に飛行機で行き来をしていると、飛行機がものすごく揺れると、飛行機揺れたぐらいじゃ落ちないんですけど、それでもこのまま落ちたらどうしようって心配になります。夫と子供たちが路頭に迷ってしまう。その時に父のことを思い出すんです。父もそうだったんだろうな。だけど、その父の不安や孤独に、私も母も姉も一回も耳を傾けなかった。いや、世の中も耳を傾けなかったんですよね。男女差別だとか、男女の不平等はなくさなくてはなりません。 もちろんです長い差別の歴史を生きてきた女性たちは、どんな目に遭ってきたかというのは男性は知るべきです。でも、それと同時に、男性にどんな孤独や不安があったのかということも知るべきですよね。男性の痛みや孤独には耳を貸す価値がないっていうのも、フェアではないと思いました。そのことに気づいたのが、まず1つ目の気づきです。そしてもう1つ、そう思って私の夫を見てみたら、夫は、 男として仕事を辞めたら負け犬だと言われる社会の中で自分で選んで仕事を辞めましたきっといろんなことを言われたと思います悪口も言われたし嘲笑もされたかもしれませんそして全く生活したことのない場所で新しい生活を始めて彼は英語は全然堪能ではないので英語の勉強もしながら誰も知り合いのいない場所で一から新生活を立ち上げたんですよね 引っ越して2年たった時子供たちがオーストラリア大好きって言いました毎日すごく楽しそうで学校でも何の問題もなくすごくハッピーに暮らしてるのを発見したときに私は夫がこの2年どれだけ苦労してどれだけ頑張ってきたかっていうのに気づいたんですそれまでは自分が大黒柱で大変だってことで頭がいっぱいだったけど彼がどれだけ勇気のいるどれだけ 大冒険を成しし遂げたたのかってことに気がつきました彼は一銭もお金を稼いでいないし何の肩書きもないけれどなんて強い人なんだろうなんて頼りになる人なんだろう私は生まれて初めてそういう形で彼を一人の人としてリスペクトしましたそのような眼差しをパートナーに向けることができて本当によかったと思いましたそれは私にとって大きな学びであり私たち家族にとってとても豊かなことだったからです 経済成長を続けていた日本はこれから先みんなが働きながらしかも大切な人との暮らし例えば子どもだったりあるいは高齢化した親の介護だったりというのをやっていかないと生きていけない社会になりましたらしさの押し付けで幸せになる人は誰もいません人間らしく働きながら大切な人と生きていく それから、思いがけないことがたくさん起こる人生、自分が病気になるかもしれないし、何が起こるかわからない、災害があるかもしれない、思いがけないことがたくさんある人生で、その時その時、いろいろな生き方を選択できるような社会であってほしいですよね。そうじゃないと誰も安心して生きていけないし、らしさの押し付けではお互いに苦しいばかりです。今日のテーマは、Find a new path です。 ここから新しい未来に向かっての道を開くだけではなくてすぐ身の回りにいた人もしかしたら自分にとっては敵に見えていたり仲間じゃない人に見えていたりうんと自分と違っていて共通点なんか何もないと思っている人との間にも実は道は通じてるんです。見方を変えればその人のところに行って一緒に手を取ってもう世の中を変えていこうみんなでハッピーになれる世の中を作ろうって一緒に声を上げる。 仲間は実は実私たたちの身の身回りにたくさんんいるんです私はそれを自分のすぐ隣にいる夫の中にあるいはもう亡くなってしまったけれど私がずっとステロタイプに捉えてきた私の父の中にも見つけることができましたどうか皆さんも少し見方を変えてみてくださいあなたのしんどさをシェアできる人はあなたのすぐ近くにいるかもしれませんありがとうございました